どうも、こんばんは。カザオトリテです。カザオトリテでーす、はい、今回は寒い、YouTube ってどうやって人気が出るのっていう、わかんないね、そもそもね、初心者よ。僕ら頑張って撮った動画も全く伸びないじゃないですか。言っちゃうんだね。やめてくれよ。で、こういう時はもうやっぱり売れてる人に聞いた方がいいんじゃないですか、うんうん、最初からそれやってからやっとんない？なんだお前、文句ばっか言うな。いやいやいや、突っ込んでんだから、突っ込んでんだから。ちょっと知り合いのトップに近くなってる YouTuber。 おー、そんなやついいんだ。オルタナチャンネルの出た、ちょっと内藤くんに。内藤さん、内藤ね、電話してみて。外でやること、どうしたのそんなブルブル震えて。寒いんだよ。中でええよ、本当に。寒いんだよ。ちょっとじゃあ電話して出るのかな。出るのかな。まずこれ出なかったら終わり。終わりです。自力で頑張ろう。かけてる。出てほしいな普通に、まあ、とりあえずね。仲いい。いい、いい。まあだって大学からの知り合いだから。ちょっと待ってくれよ。教えてよ。ちょっと待ってくれよ。内藤出て。出ません。あれ、次はじゃあ、お、まだいる。おお、そうかそうか。相方の渋谷ジャパンくんにかけてみます。頼むよマジ。2人撮影してんじゃないかな今。まさに。ああ、じゃあ余計出してほしいな。渋谷出てくれ。マジで出ません。終わりじゃん。じゃあもう電話出る人に聞いてみよっか。いや意味ねえじゃんそれ。 YouTuber で出よ。 YouTuber じゃない人にも聞いてみよっか。じゃあ知ってるわけないじゃんそいつ、うん、誰。お母さんとか見てよ。YouTube ってのはねってなんで知ってんだそれ。芸人の薩摩川 RPG ですよ。薩摩川もね、後からこれみんなから電話かかってくんだろうな。一番めんどくさいやつだね。もしもし。お、出た。はい、声ガサ。長谷川です。長谷川です。元気。はい、元気ですよ。今何してんの。ごめん、切っちゃった。おい、ごめんね薩摩川。いや、間違えちゃった、違えた。え、同期？同期同期。はい。もしもし、ごめん、切れちゃった。今からライブでバータリーです、うん、これから。あ、今バータリー？うん、もうすぐバータリー。今時間大丈夫？今10分ぐらいなら。10分ぐらい大丈夫？はい。今さ、スタミナパンと一緒にいるの。はい、としださん。おい、さすがは。お疲れ様です。お久しぶりです。はい。で、今 YouTube の撮影やってるんだけどさ、はい、どうしたら人気出るんだろうと思って。人気がないんだよ。そう、教えて。はい、そうですね、うん、声張ってもらっていい。ちょっともしかしたらそれ辛辣な意見になっちゃうかもしれないんですけど。あ、いやでもそういうのも聞きたい。うん、まあ一回死んで。うん、死んで、うん、一回死んでっていうか一回死ぬですね。もしかしたらですけど、はい、もしかしたら一回死んだ方がいいってこと。そう、シャーマンキングみたいな。一回ぐらいじゃ人気出るか分かんないけど、うん、できたら 2,3 回死んだ方がいい。できそうですね、できればですけど、全然、うん、無理しない程度に死ぬぐらい。一回死ぬの無理してるだろ。なるほど、なるほどね。なんつってジローラも、はい、こんぐらいのユーモアが必要ですね。あ、なるほどね。辛辣だなちょっと、うん。待ってください、辛辣じゃないでしょ。これね、タイミング的には切る場所だろうけど、はい、あの他の人に電話したんだけどみんな出なくてさ。暇なんだよ。暇なんだよ。もう人気ねじゃん。バレた。そう、バレ切ってるやん。ちなみにこれあれだからね、この動画が伸びなかったら薩摩川がもう人気ないからね。いや、ちょっと、いや、マジで。そうだよ、そうだよ。カットして、マジでカットして。ダメだよ。他出ないんだもんだって。ちょっと他の人いる。
他の、そういうのを、いやそう、今ちょっと俺だけ早く来ちゃってるから、うん、全然いいよ、あのスタッフの人でもいいし。スタッフの人って時間全然あるからこっちは。こっちがねえんだよ。バーカリーだ。これからオルタナチャンネルに電話かけたけど出てくんないからさ。いやいや出るわけないだろ。もう次 YouTube やってんのっつったら薩摩川しかいないんだよ。同期に迷惑かけんな。巻き込むよね。いやでも薩摩川はもうテレビ出てるわけじゃない。そうだよ。いやそんなに出てないです。そんなに出てるよもう。実際さどう出て。いや終着点がないじゃないか。この薩摩川インタビューだって。緊張したやっぱ。この間それこそあの、うん、内村テラスの収録。ああ、うん、すごい、うん、本当に内村さんの前でねネタやらせていただくっていう。おすごいわ。めっちゃ楽しかったですよ。優しかった。めっちゃ優しかった。ごめんね、ありがとう。はい、いやとんでもないです。ごめんね、うん、ライブ頑張って。はい、ありがとうございます。またね。はい、はい、バイバイ。はい、もしもし。殺そう。今切ろうとしたら出たけど。もしじゃないよ。ごめんね。仲いいな。ごめんね、ありがとうね。ね、ライブ。ライブ頑張って。急に電話かけちゃってごめんね。ああ、まあ嫌われるよお前本当に。同期巻き込みまくって。面白いな。でも一回死ぬなんてそんなさ、もうあいつボケてきたじゃん。そうだね。こっちは真面目に知りたいわけよ。真面目に知りたい。これ見てる人も真面目に知りたいと思う。一回死んじゃダメでしょ。そう。ね、どういうね、どうすれば。その成功するんだろうってみんな気になってんだから。一回死ぬぐらいの気持ちでやるよそりゃ。うん、うん、内藤くんから連絡が返ってきました。おお、オルタナの内藤くん、人気者。そう、超人気者から来た。来ました。優しいな、まあ、優しいね。 YouTube 見てる人たちの中でも、うん、さらにどの層の視聴者に楽しんでもらう動画を作るかを常に意識してる。真面目。YouTube 本格的に始めるの、うん、ぜひ今度飯とか行こう。オルタナハウスもいつでも遊びに来てって。もう優しい、ほんといいやつだよね。まず第一条件、ね、そうだね。俺たちにもうないやつ持ってるわ。人柄ね、人柄だ。人柄だね。常に意識しよう。誰狙ってんの。じゃあ30代半ばの男だよね。見てるかな。30代の男見てんの、半ばの人たち。なのでこれから YouTube をやろうと思ってる、人たち、はい、ぜひ内藤くんのようにポップな感じで常にどの層を意識して動画を撮るか考えてください。はい、だから内藤くんの最初から見てください。ここに来た意味はない。ないです。見なくていい。じゃあもう今後やる気出ないなこれ。